はい、永井です。今日はガレージに床塗装するかしないか迷っている方に役立つ情報を提供します。基本的にガレージに床塗装するかしないか迷っている時点でもうあなたは床塗装の価値に気づいています。潜在意識下では必要としているから目に留まるんではないでしょうか。真面目な話をしましても床塗装の価値に気づいていない人が床塗装を検討するはずがないことがわかります。床塗装のメリット、率直に言ってガレージの床塗装をすることで得られるメリットはたくさんあります。代表的なものを4つ挙げてみたいと思います。まず1つ目は車が汚れにくくなる。これはコンクリートのままだとホコリがいつまでも止まりません。歩くたんびにホコリが舞い上がるんで自然と車が汚れやすいんです。2つ目、タイヤの黒い汚れがつきにくくなる。これは正確には全くつかなくなるわけではありません。ただしコンクリートよりはつきにくくなることは確かです。清掃性も良くなるんです。3つ目はオイルが染み込まなくなる。コンクリートのままだと一度垂れたオイルはもう元に戻りません。染み込んでしまって取りようもありません。黒ずんでしまいます。4つ目は美観が良くなる。コンクリートは劣化が早い物質です。ガレージで洗車をしたりシャンプーしたりすることはないでしょうか。そうするとコンクリート表面が黒ずんでスカスカになってボロボロになってきます。これを気にして床塗装をする方もおられるくらいです。コンクリートのままだと汚れて汚くなるので皆さん汚れてからガレージライフとか有名な雑誌を見て床塗装したくなる人が多いようです。ついでに言うと床塗装される人はどちらかというとリッチな人が多いです。いい車やバイクに乗られている人はガレージをいつまでも綺麗にしておきたいと思うもののようです。さらに美観的なことですがもっと情報はあります。床塗装はすり減りに強く、コンクリートに耐久性を与えるだけではなくてなんと薬品や酸性物質に対して劣化を抑える特別な性能を持っているということです。これを専門用語では耐薬品性と呼んでいるんです。これは薬品や酸性物質に対して対抗する、跳ね返すだけの性能を持っているということなんです。したがってガレージでは酸性雨による浸食やカーシャンプーによるコンクリートの肌荒れ防止に効果を発揮します。メリットは本当はもっともっといっぱいあるんですが関係ない人は飽きちゃうと思いますからこのくらいにしますが、結構この話をすると皆さんにっこり喜ばれるんです。メリットの話をすると感謝されることだってあります。床塗装を専門に扱っている私たちも床塗装の価値が伝わった時には嬉しく思います。それは価値を分かっていただいている方は将来にわたって大事に使ってもらえるだろうと思えるからなんです。そんなわけで今日はガレージの床塗装をするかしないかで迷っておられる方に対してメリットをお伝えしました。この動画が役立ったと思われた方は励みになりますのでチャンネル登録とグッドボタンを押していただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。